中年オタッキーです。今日はね、もうちょっと雑談になっていくんですけども、先日ちょっとフィルムの高騰の話をね、少ししましたけど、少しというか結構しましたけど、今日もね、それの、続きってことになるかな。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、先日の動画でね、フィルムの高騰とかね、生産中止とか、そういう話をさせてもらったんですけどね、今日ね、ちょっと、今車庫に、トラックの車庫にいるんですけど、時間があったんで、ちょっとカメラの北村に行ってね、聞いてきました。この、業務用尺の生産中止っていうのはね、もう噂話になってて、私自身もね、その噂で聞いてるんですよ。で、結構ね、信頼できる方、名前はちょっとね、ここでは言わないんですけども、から聞いてるんですけどもね、去年の年末ぐらいに聞いた話なんですけど、で、あちこちで囁かれるようにも なりましたし、ヤフーオークションとかでもね、製造終了っていうタイトルでね、売られてる方もいますけど、そんな感じで、まあ、製造終了、生産終了っていうことをね、前回言ったんですけども、で、カメラの北村のね、藍住店さんがね、ここの車庫から近いんで、藍住店さんでちょっと聞いてきました。そこのね、店員さんの話では、製造終了っていうことはちょっと、言わなかったんですけども、現在も入荷するらしいんです。入手可能らしいんですけども、注文がね、100本からになってるんですね。で、北村さんの徳島の北村さんとしては、100本も売れないよ。徳島のね、北村でも100本も売れないっていう、だから注文しなくなったんです、と、いうことです。結局、これはもう買うなっていうことなんですよね。それ、業務用フィルムっていうののね、元を正せば確かにそうなんですよ。その個人レベルが買うものじゃないんですよね。大量にね、その、注文して、その、例えば建築現場とか、記録写真を撮る会社が大量に注文して使用するもの、ことを目的に多分作られたものだと思うんです。で、90年代半ばにね、僕が初めて見たのは90年代半ばなんですけども、そのフィルム、現像に出して、で、現像が上がってきた時にね、その業務用のフィルムをくれるようになったんですね。で、お、これなんだと思って、その時初めて見て、その数ヶ月後ぐらいにね、写真屋さんとかに並び出したんですね。結局ね、業務用フィルムっていうのが、その、世に流れているのは、まあ言うたら、横流しに近い形なわけなんですね。で、まあまあ、それはいいとして、その、100本単位でしか注文できなくなって、その100本の価格がなんとね、8万円弱ということで、1本あたり800円っていうことで、もうこれコダックのね、ゴールドとかカラープラス、ウルトラマックス400に至ってもネットで買うとね、これより安いんですね。それが仕入れ値なんですよ。売り値じゃないんですよ。仕入れ値なんですね。で、これはもうね、富士フィルムさんね、もう業務用フィルム買うなと、いうことで、まあ、全く売る気がないわけなんですね。で、まあ、事実上のね、生産中止って言っても過言じゃないでしょうけど、もう生産止まってるかもしれないんですけど、その信頼的人の話ではもう生産やめてるっていうふうに聞いてるんでね。まあ、生産していたとしても、買わないですよね。高いんでね。で、先日の、ちょっと話は変わりまして、先日の動画で、コダックゴールド200がバックオーダーになっているという話をしましたけども、B&H フォトっていうね、アメリカのね、写真用品のサイトでバックオーダーになってる。更新されまして、インストックになってます。つまり在庫があると。まあ、在庫があるということで見つけて、嫌なものを見つけました。富士フィルムの C200 っていうフィルム、カラーネガフィルム、ご存知の方も多いと思います。これがね、生産中止っていう噂があるんですよ。僕もね、これ誰から聞いたわけじゃない、ネットで拾った話なんですけど、これはネットで拾った話です。で、
B&H フォトを見ると C200 がね、在庫がないんですね。入荷次第、連絡しますのでメールアドレスを教えてくれみたいな感じになってるんですよ。で、価格を見るとね、$3.99か、これね、値上げ前の価格なんですね。去年の6月の値上げ前の価格なんですよ。$3.99。もし、現在も製造して売っているんだったら5ドル半か6ドルぐらいになってると思うんですね。コダックのね、カラー、ゴールド200が5ドル49セントか、そんな感じなんでね。ということで、これ、噂通り生産中止なんじゃないか、と思えています。生産をしていて売る気があるんだったら、値上げ後の価格が表示されるはずなんで、この情報、詳しく持ってる人いますかね。この状況から考えたらね、富士のね C200 は多分生産中止だと思います。一応ね、入荷したらね、メール送ってくれてるのに私登録しましたんで、入荷次第ね、この動画で、アップしたいと思いますが、入荷の可能性は薄いかなと思ってますね。で、視聴者様がよく、安く安定してフィルムをね、手に入れたいとか、そういう意見を聞きます。で、B&H フォトで、フィルムを買うと、モノクロは結構安く買えます。例えば、ケントメアですか。ケントメアのフィルムだと、4ドルぐらいで買えるのかな。で、現在、今この撮影時点での為替相場が112円、1ドル112円なんですけど、これ手数料が乗っかってくるので、だいたい120円、1.2 倍ぐらいになるんですね。1本400円だとしたら480円ぐらいで買えるってことになるんですよ。で、アメリカからの送料がだいたいね、1200円から1500円、ちょっと、はっきりわかんないんですけど、1500円前後だと思うんですね。で、ケントメアの、100と400、1本480円、まあ、約500円として、10本買ったら5000円、送料が1500円かかっても6500円。なんで、日本国内でケントメア100とか400を、買うと1000円ぐらいしますから、たった10本まとめて買っても3500円ぐらいお得ですよっていう話になってきます。で、トライ X ですか？トライ X もね、安くて、5ドル半ぐらいだったかな。だから6ドルちょっとぐらいで買えるんですね。で、アメリカのね、B&H フォトを、利用するとね、結構安く買えますんで、そうですね、中学3年生ぐらいの英語力があればなんとか読解できるだろうし、今翻訳ソフトもありますから、英語ができない方でもなんとかね、B&H フォトでお買い物できるかもしれません。で、要望があれば、僕がまとめて購入してね、小分けするってことも考えたんですけど、僕んとこに入ってきて送料がっていうね、ことを考えると、ちょっと難しいかなって思ってますね。あれ、送り先を変えることできるのかな。でもお金を僕のところに送ってもらわなきゃいけなかったりするし、何かね、うまいこと、皆さんにね、安くフィルムをね、提供できる方法があればって考えてます。僕が作った長巻きをね、長巻きをパトローネに詰めたやつを、売るっていうことも考えたんですけども、最後の一コマが観光してるんですね、大体ね。それとか、中古のパトローネを使うんで、最後ちぎれたりすることもあるんで、ちょっとどうもなーっていう、何かいいアイデアないかなーって考えてるとこです。はい、今日の動画は、こんな感じになります。ここからはね、視聴者様の作品紹介になってまいります。はい、視聴者様の作品紹介、まず1番目、ドリームロコモーティブさんの作品です。タイトルはね、未知との遭遇、都立狭山自然公園っていうところで撮影されたことで、スマホのカメラ、ファーウェイの、NOVA2 HWV31 っていうカメラで撮影、モノクロモードがあるのかな、このカメラ。でね、
もうこれスマホの写真でねこんな撮られたらねもうなんて言うんですか、これどこから光が当たってるんだ、不思議な感じですね、向こう側は曇っててこっち側に太陽があるのかな、これ面白い写真になってます。これね本当にねモノクロの醍醐味っていう感じの写真になってますので、いい作品だと思います。はい、ドリームロコモーティブさんありがとうございます。次はね、ヤフーコング別名桃色山梨っていうの方の、作品、タイトルはね、カッパの行列、カッパって言ってもね、木桜のカッパじゃないですよ、雨がっぱのカッパですね、コニカデジタル現場監督 DG2 っていうカメラで撮られたということで、船から降りてくるね人たちがねみんなカッパ着てるんですね。で、コニカ現場監督デジタル現場監督 DG2 っていうのはね、派手な発色をするということでね、ちょっと面白い写真になってます。はい、ヤフーコング別名桃色山田さんありがとうございます。次が、これは初投稿かな、ジンフリークスさんの、作品です。タイトルはないんですけども、カメラはキヤノン EOS 5D、シャッター速度320分の1、絞りが F9、ISO を400で捉えていることで、レンズがねシグマの 15mmF2.8EXディアゴナルフィッシュアイ、15mm ですね。僕フィッシュアイ使ったことないんですよ。で、これね、太陽を、木立の中でね、太陽を撮ってね、フィッシュアイのね、その、画像がね、湾曲するところに活かしてね、上手に撮れてます。できればね、これ芝が緑が緑だったらよかったですけど、それは仕方ないか。季節違うし、ね。ジンフリークさん、ありがとうございます。はい、次が、竹蔵さんか。竹蔵さんの作品。1枚目がね、向こう側は楽しいかな。2枚目が僕、君のこと。点点点という、カメラがペンタックス LX、レンズリコー XR リケノン、F2、50mm、富岡光学の以前紹介したレンズですね、フィルムがねロモグラフィーカラーネガティブ800、これねどちらもねちょっと曇りの日に撮られていることで、ポートレート写真とかはね曇りの日に撮られてもいいですけど、これ特に1枚目が面白いんですよ。1枚目ね向こう側が明るいの分かりますよね。ほんでこれ手前はトンネルっていうか通路なんでしょうけど、で被写体が明るく映ってるんですね。これ手前の明かりを生かして後ろのシャドウで浮き上がらせたっていうね、なかなか高等な技術だと思います。これ露出合わせるの結構難しいと思いますよ。なかなか見事だと思う。竹蔵さんね、多分ね、道路写真っていうことでね、人によってはね、偏見する方もいると思うんですけども、撮影技術はなかなかです。なぜかって言ったらね、これ被写体がね、近くなります。小さくなりますんで、ピントがめちゃくちゃシビアになるんですね。で、もちろん、絞りとかで調整してるんですよね。だから、小さい道路を撮ってるのにね、人を撮ってるように撮れてるんですよ。竹蔵さんなかなかの技術だと思います。はい、今日の、作品紹介はこんな感じになります。次はね新コーナー、2回目、俺のカメラの時間でございます。俺のカメラ、2回目、もうすでに待機者を出しております。1週間に1人紹介するっていう、現在のところで縛りをつけてるんですけど、あんまり待機者が出るようだったらねちょっと増やしていこうと思います。はい、今日のね俺のカメラ野良旅人さんから、コニシロックパール4っていうカメラですね。使ったことないし見たこともないかな、これ見たことないですね。これねテーブルの上で撮られてるんですけども、この絶妙な光で撮ってますね。これ不思議ですね。カメラだけ光当たってるんですよね。これ窓からの光かな。で、なかなかね、横倒しにしてるのがまたオツですね。映える写真になってます。コニシロックパール4、ぜひね、この写真で撮った作品も送ってみてください。これ中盤かな？中盤かな？蛇腹だしね。
ちょっと見たことはないんですけども、ここまでね、あの蛇腹のカメラ実はね一度も触ったことないんですよ。お店に置いてあるやつもね、ちょっと怖くて触れないっていう人なんで、あの破れたらどうしようとかね、あの古いのが多いですし。はい、今日の動画は、こんな感じになります。でカメラプレゼントを進行中です。令和2年2月27日までの受付になっています。この撮影時点でねエントリーは18名、なかなかね好調にあのエントリー者を集めておりますが、カメラの状態あんまり良くないんですけどね、そこはちょっとご勘弁いただきたいということで、とりあえず写真は撮れるっていうね、ペンタックスの SP、カメラプレゼントね、中年オタッキー2の方にね応募、応募要項も書いてありますんでね。はい、今日の動画はここまで、また次の動画お待ちくださいませ。それではごきげんよう、さよなら。